グローマーチャレンジャー深海掘削計画とは1968年から1983年まで実施された海洋堤の掘削研究を行う科学プロジェクト、地球物理学、古生物学、海洋の古環境学などに多大な貢献をした。モホール計画の失敗から DSDP ではもっと浅い掘削によって深海底堆積物や地殻上部を研究することとなり、 深海屈作戦としては、グローマーチャレンジャーが使用された。当初の課題は、海底の岩石を採取し、年代を測定、海洋艇拡大説を直接証明することであった。そのために、南アメリカ大陸側のリオデジャネイロ沖合の大西洋において、ボーリングを行い、地磁気から海底の形成年代が求められた。その結果、 中央海嶺から遠ざかるにつれ海洋堤の年齢が古くなっていることが確認され海洋堤拡大説が立証されたその後も世界の各大応での海底年代体積構造海底地殻岩石の採集などを行った当初アメリカ合衆国の4つの海洋研究所が合同で海洋堤の掘削研究を行う国内プロジェクトであったが 1976年以来、アメリカ、日本、イギリス、フランス、西ドイツ、ソビエト連邦の国際共同による国際深海掘削計画となり、国際プロジェクトとなった。この計画は1983年の第96節公開をもって終了し、国際深海掘削計画へと発展した。ありがとうございます。